闘争です。こんにちは。それでは、今回の、ザパンテックス闘争のブースをご紹介させていただきます。それでは10月に発売されましたベネウッドアイデアのご紹介をいたします。こちらのブラインドは、スラットにまず特徴がございまして、こちらの表面ですね、デコボコのついたスラット表面に、長年使い込んだようなユーズド感を表現した塗装を施しております。全部で6色展開になっておりまして、これはバスウッド材を使っているんですけれども、限られた天然資源を有効に活用するために、スラットとバランス、そしてボトムレールには修正材かつフィンガージョイントを用いて環境にも配慮した作りになっております。今までにないようなユーズド感を表現した新しい木製ブラインドですので、住宅はもちろんなんですけれども、施設ですとかカフェですとか、そういった商業施設にもおすすめの木製ブラインドになっております。続きまして、今度はバーチカルブラインドの新製品をご紹介いたします。ルーバーの両端をデザインしましたデュアルシェイプという商品なんですけれども、こちらがですね、タイプ C、D2 つを追加した、新しい商品となっております。こちらご覧いただくと分かりますように、光の陰影と影がとても特徴的になっておりまして、縦チェーンだけでは出せないこの奥行き感ですとか、デザイン性の高い商品となっておりますので、ぜひ住宅に限らずこちらも商業施設などにおすすめの商品となっております。それではこちらは11月5日発売の闘争の全く新しい超高ロールスクリーンのご紹介をさせていただきます。こちらなんですが、生地のソフトな風合いとブラインドのスラットのような超高機能を併せ持った超高のロールスクリーンです。室内側と室外側の薄地と厚手を特殊な折り方で1枚に仕上げたファブリックを使用しておりまして、厚地の角度を変えることで調光する仕組みとなっております。こちらポリエステル 100% で現在6色展開。当社の特徴といたしましては、まず防衛品であることとポスター認定品となっております。通常のロールスクリーンですとか従来のビジックにはない柔らかさとしなやかさ、こちらが特徴となっております。11月5日発売のラクーシュ、ぜひよろしくお願いいたします。今回の闘争のブースはシンプルな作りになっているんですけれども、効果的に色を使っておりまして、視覚的にも楽しめるブース作りをしております。動線もかなりゆったりした作りになっておりますので、中もストレスなくご覧いただけますので、ぜひあと2日間ございますので、ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。